遅いね、ケイタ。うん、最近さ、ずっと二人だけでいる気がしない？男の子？でも、弟なんでしょ？箱、あんたブラコン？でもやっぱり、私はケイちゃんが好きだから。弟？好き？そっち嫌だ。まさか、箱さんの恋の相手が。どうしましょう。でも、ケイタは一人だけだから。しかもさ、ピー！試しに付き合ってみれば。私が？それもありかもしれない。うん、わかった、やってみましょう。何よ、アーナルが男の子って生き物なの？幻滅したわ。男の子って不潔で意地悪。アコ、何してるの？昔のことを思い出しちゃって。今すごくケイタの顔が見たい。うん、あの時もそうだったね。あ、ケイタの番。位置について、よーい。すごい。多分女の子の顔になっているんだと思う。会えないのは寂しいけど、今は私たちも我慢しないと。保健体育の時間です。やめろって最近根詰めすぎてたからな。ケイタ先輩、ダメです。今日という今日は返しません。ひどい目にあった。そうだ、ついでだから。また一緒に学校へ通えますように。やっぱりそうだ。ケイちゃん。けど二人ともこんなとこで何やってんだ。ケイちゃんの合格祈願。え、アコネ、リコネ、ありがとう。ああ、そうだな。受験成功合格祈願。そうだ、せっかくだし今から結婚式やろ。あの頃は良かった。畜生、いらねえことばかり覚えてやがる。昔からこんなに広かったっけ。やっぱ合格祈願ばっかなんだろうな。と、そういうわけでもないのか。私たち宛てのもある。パッチ、それもそれも今時流行んねえだろう、こういうの。どうしたんだケイタ。日本じゃ絶対に3人で結婚なんてできないじゃないか。諦めるのか。しょうがない。わざと姉ちゃんたちと距離をと、自分が傷つかないようにして。みんなそうやって大人になっていくもんだろ。ケイちゃん、どこの馬の骨とも知れないやつに姉ちゃんたちは渡せない。さあ帰ろうぜ。アコ、うん、リコ、ケイちゃん、ケイちゃん、私たちだっていつまでもお姉ちゃんでいるつもりないから。ナイスアグル。やっぱ女子は父だ。父に限る。俺は腰だ。あれかお前ら。ああ、そうだろうな。どうしたのケイちゃん。すえな。女子の匂いがする。例えば浮気かもしれない。世の中には事故というのがある。事故。どうした3人とも、血は喧嘩かい。ケイタが浮気でもしてきたとか。バカ親父。何一つ頭に入らんか。よし、図書室で自習だ。早く早く。雨だと。あ、大きい。行くよ。あいつ図書委員だったのか。どうしよう。ケイちゃんに傘を届けないとね。姉として。姉としてね。ああ、姉として。見てる、こっちを見てる。漏れちゃう。ダメ、もう無理。あ、これは。おーい。これは姉レーダーに反応あり。うきょい。しお、おけちゃんいた。いったいった。この揺らさないで。限界。そりゃ、うわ、よし、開いたぞ。おい、どうした。今のうちに早く。トイレ。けいちゃん、やばい。ちょっと待ってろ。
やべえ。開けっぱなしじゃないか。鍵だけキーってなるよな。こうなりゃあれしかないな。あれ乗れよ。照れてる場合じゃないだろう。ここは俺が片付けとくから。おい、その下着大丈夫か？何してるのよ。ベシおお、窓だ。ほら捕まって。よっと。やれやれ、散々な目にあったぜ。絶対誰にも言わないから。誓うよ、墓場まで持ってくよ。お願いします。こら、ケイタ、どこ行ってたの？どちら様？似合うぞ、アコニャン。あ、アコニャン？かわいい。って、なんで私だけ？なんかクラクラしてきちゃう。徹夜明けだしな。徹夜？なんで？表示できないって、そんな言葉あるのか？ダメ、もう限界ね。失敗は許されないわよ。任せろ、ミッションスタートだ。ケイちゃん、こっちこっち。コスプレ？あ、これだ。私の方が早かったぞ。私が先よ。キリュウ先生。私が買うってどういうことですか？とにかくこれは没収です。あ、ちょっと。どこ行ったんだ、リコ姉は。そうね、多分もうすぐ戻ってくると思うんだけど。ありがとうございました。リコ、何やってるの？墨の絵、アコさん、キリュウ先生。いいところに来たな。エロゲー取り返すの手伝ってくれ。あ、やっと見つけた。ケイちゃん、18禁フロアで何やってんだよ。この人は高校の先生だ。私たちの弟のケイタです。いつも姉たちがお世話になってます。そういえばアコさんには弟が好きだという噂が。落ちましたよ。ここなら邪魔は入らないわ。何なんですか、いきなりこんな店に連れ込んで。二人でじっくりとお姉さんたちについて話し合いましょう。禁断の関係に終止符を打ってみせます。どこにもいないわ。とにかく姉と弟の恋愛なんて最低なことなの。最低？少なくとも俺にとっては最高の姉ちゃんたちです。俺帰ります。待って。やはり白昼堂々相引き。てか、なんで三日月まで。大人一枚。高い。なんなのよ。いいわよ、いいわよ。水着なんていらないわ。教育的指導のためだもん。夏祭りか。そこ、そこがいい、リコネ。じゃあ、仰向けになって。お待たせー、お夜食タイム。今晩はここまで。器は外に出しといてね。受験生の息抜きはこの日に。わ、嵐の前の静けさだな。どうしたの？いや、別に。チーズ。せめてもう一目だけでも。故障だから。こいすぎだろう、いくらなんでも。前もお前らこっちがいいよね。いや、こっちだ。すみないく、逃げないと。すぐに。ラッサーラッサーラッサー姉ちゃん。大丈夫？もしかしてリコ姉と完全にはぐれちゃった？これでいいか？うん、息抜き息抜き。ケイちゃんも食べる？いいよ、俺は。スミノエ君たち、またあんなこと。やった、はい、おめでとう。こっち。止めなければ。教師として、大人として、ねえ、人として。兄弟でなんて許しません。やば、逃げるぞケイタ。
リコネ。ケイちゃん。二人ともひでえよ。おい、どこ行くんだよ。待て。捕まえた。